はい、えー、こんにちはレトスの斧です6月1日の三問に入る前にアドバイスをさせていただきます6月に入りました1ヶ月があっという間に過ぎてしまったんですけれども先月、えー、5月の1ヶ月間でどれだけ勉強できましたでしょうか計画表があればどれだけ勉強したのか後で見直すことができます この1ヶ月間の勉強をあと4ヶ月ちょっと繰り返すことで合格できるかを考えてみましょう。合格できそうならその調子を維持して合格できそうにないなら対策を考えましょう。今であればまだ間に合います。実際昨年も4ヶ月で一発合格した受講様もいます。諦めずに考えて実行していきましょう。それでは本日の3問に入ります。留置権を行使していれば常に権利を行使しているため 時時効効のの期間が開始せず債権の消滅時効は成立しないいかかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えはこれ誤りですね目的物を留置していても債権の消滅時効の完成猶予もなければ時効の更新もありませんそのため留置権を行使しているだけでは債権は消滅してしまいます 留置権の行使っていうのは、物の引き渡しを拒絶しているだけなんですね。代金債権そのものを行使しているわけじゃないんですよ。債権自体を行使しているわけではない。権利を主張しているわけではない。だから、時効の完成猶予もないし、時効の更新もないということなんですね。まあ、そのため、請求などしないと、時効の更新はないよということです。つまり、債権の行使っていうのと、留置権の行使は違うんだということなんですね。 あくまでも留置権の行使は物をとどめておく返さないでおくっていうだけで代金債権の行使っていうのはお金を払ってっていうふうに裁判等で請求をすることを言います、まあ、この部分については時効の内容ですよね時効の内容です例えば時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に時計屋さんが時計を留置していても何も請求せずに放っておいたら時計屋さんの持つ代金債権は 時効によっってて消滅すするって話なんですね。まあ、理解すると不運そうなんだって思うと思うんですけれども私自身も初めはそうでしたでこの不運そうなんだって思うことが記憶の定着につながってくるんですねえ試験になってあれどっちだったっけってならないように理解が必要なんですよ理解をすることによってあれどっちだったっけっていうふうになな、ね、理解できているから答えを自分自身で導くことができるんですよ 丸暗記だったらあこの場合もあったしこの場合もあったあどっちだったっけっていうふうにもう勘になっちゃうんですよでも理解があればちゃんと論理立てて物事を考えて答えを導けるからこういうことないんですねなんで理解をしてくださいっていうふうにお伝えをしているわけですなので短期講座の受講師様は昨日メルマガでお伝えをした動画是非ご確認くださいもし昨日のメルマガでお伝えをした動画まだ見ていないという方はそちらの方をご確認ください 留置券だけではなくて他の分野とのつながりも解説しておりますので効率的に学習ができますえもしこのように効率的に学習したい今年絶対合格したいという方はぜひ短期集中実用カップ講座で一緒に勉強しましょう短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認いただけますで問いです A 社国土交通大臣免許を受けている A 社は高県に本店、大津県に支店を設置しているが 小津県の支店を廃止し本店を含むすべての事務所を高県内にのみ設置して事業を営むこととし高県知事へ免許換えの申請を行った○〇か×かという問題ですえ答えはこれ○ですねそもそもまず A 社っていうのは高県と小津県に事務所がありますそのため国土交通大臣免許を受けているんですねでその後すべての事務所が高県に移っています これは問題文からわかりますね。おつけんの支援を廃止し、本店を含むすべての事務所を公権のみに設置してって書いてあるわけなので、すべての事務所が公権に移ります。となってくると、A 社っていうのは、公権知事免許が必要ですよね。つまり A 社はもともと国土交通大臣免許なんですけれども、その後、公権知事免許にする必要があるわけです。まあ、これは免許替えですね。よって、 A 社は後見知事へ免許外の申請を行わなければならないから○丸ということになります。で、実はこの問題、申請に関するポイントがあるんですね。で、これ、引っ掛け問題でよく出題される部分なんですね。なので、短期講座の受講者様には、この関連ポイントも合わせてお伝えいたします。受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。では、問3ですね。お津市が所有する市街化調整区域内の1万平米の土地と、 兵士が所有する市街角域内の2500平米の土地について、宅地建物取引業者 D が購入する契約を締結した場合、D は事後届けを行う必要はない。丸か罰かという問題です。答えは、これ丸ですね。D は、乙寿と兵士から土地を購入しています。乙寿兵士っていうのは、地方公共団体です。地方公共団体が取引の当事者、 まつまり、売り主もしくは買い主ってことですね。なので、これらの取引、まあ、売買契約においては、届け出の必要がありません。したがって、D、宅建業者 D は、いずれの土地の売買についても、事後届出を行う必要はないということになります。じゃあ、なんで届け出不要なのかと言いますと、これをちゃんと理解する必要があるんですね。これは、地方公共団体が取引の当事者の場合、つまり、都道府県だったりとか、えー、市町村ですね。これが、 取引の売り主だったり買い主だったりする場合地価が高騰する恐れがある価格で売買することって考えにくいんですよ妥当な価格でしか絶対に売買しませんこの地方公共団体は従って地価が高騰する恐れがないから届け出は不要としているわけです理解すれば覚えるのも楽になると思いますで短期講座ではこのように理解をしながら学習していきますので比較的楽にポイントを頭に入れていただくことができます単に結論だけを覚える つまり地方公共団体との取引では、事後届けで不要って覚えるんじゃなくて、きちんと理解した上で頭に入れているから、定着もしやすいんですよね。頭に入れやすいんですよ。そういった勉強していくことで、短期間で実力を上げることができますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば、短期講座ご検討ください。え短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今年の合格目指して、一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。 そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画を参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。